私たち四十四銀行バドミントン部は少ない人数ではありますが、個性が光る選手が多く、笑いの絶えない賑やかなチームです。試合前などには草井監督のお家にお邪魔させていただき、バーベキューやお鍋などをして英気を養い、スタッフと選手が一致団結し試合に挑んでいます。練習以外では地域の小中学生やリリースチームを対象とする講習会や合同練習会なども行っています。また銀行内のイベントにも積極的に参加しています。この期間は銀行内で業務をする時間が増え、社会人としてより一層成長できる期間にもなりました。コロナの期間は普段よりたくさん練習で追い込める期間と前向きに捉え、走り込みやトレーニングに積極的に取り組みました。河原を走ったり、山で坂道を走ったり、海に行き砂浜も走り込みました。この時期だからこそチームの目標、個人の目標を明確にして、それを達成するために何をやるべきかなどを選手同士で意見を出し合いながら、選手主体で練習メニューを考えて取り組み、自分で考える力を高める期間を設けました。大会が再開されましたら、皆さんにバドミントンを通しての感動や昨年以上にレベルアップした姿をお見せできるよう、チーム一丸となって頑張ってまいりますので、今後とも四十七銀行の応援をよろしくお願いいたします。